浅草にある、時和堂雷おこし本舗の人形焼き人形焼きは、カステラにあんこなどを入れて焼いた和菓子である。人形焼きのあんこはコシあんが多いが、中には、小倉あんが入っているものや、あんなしやカステラ焼きと呼ばれるあんのないものもある。代わり種としては、抹茶あん、桜あんや、カスタードクリームなどを入れたものもある。東京都中央区日本橋人形町が、発祥地とされ、 東京土産として有名である。浅草中店の人形焼きの実演販売。大正時代に人形町の人形焼きに製法や実演販売方式などを習って始められ、当初は名所焼きと称していた。文楽人形や七福神の焼き型を用いたものが伝統的なものであったが、焼き型は時代とともに移り変わっている。人形焼き発祥と言われる人形町の老舗によると、 七福神も最初は全身像だったのが、やがて顔だけに変わっていったのだそうだ。大正時代に人形町で修行した職人が浅草で始めたものは、雷門や五十塔など浅草の名所をモチーフとし、当初は名所焼きと称して販売していた。また戦時色の濃かった時代は、戦車や大砲などを模したものもあった。現在でも人形町のごく一部の店舗ではこの焼き型で、 製造されている。近年では、ハローキティをはじめとする、様々なキャラクターを模した型を用いた製品もあり、合格を記念した人形焼きもある。戦争時系代の売店等では、人形焼きをその場で焼いて販売しており、焼きたての食感を楽しめるが、その日のうちに食べてしまわないと風味が落ちてしまう。一方、鉄道駅や土産物屋で販売されている人形焼きは、 工場で量産されたものなのでどうしても焼きたての風味は薄れてしまうが、真空脱酸素バックされ1ヶ月程度の長期保存が可能となっており、土産物や新物として人気が高い。北京の日本式ラーメン店で売られている人形焼き、中華圏で日本の製法を真似したものが売られている。我がしずき委員会あんこ部あんこ特本 PHP 研究所2014年。 人形焼き東京観光財団、久保田万太郎、海宝月大岡山書店、1930年、ありがとうございます。